わっさー、琵琶湖ガイドなすびです。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。2023年1月3日ですね。本日から三が日からなすび亭は琵琶湖で出船しました。年末から年始に変わって、そこから1月1日は夕方に地元の石川県に帰省して、で2日にはもう2日の夜にはもう滋賀県にね戻っていてて、で今日から琵琶湖生活というわけで、本日は田中さん、そして種さんに遊びに来ていただきまして、いつもありがとうございますな、お二方に、来ていただきました。はい。で、今日朝から北上しまして、最近調子のいいスメルトヘッド8分の5オンスにバラップス今 4.2 インチ、まあ、いわゆるスイムジグをやっていきました。で、革新的なスポットで田中さんが、おぉ、ぐんぐんぐんって、結構でかそうなバスがかかったんですけど、バレちゃいました。はい。で、そこから今日はちょっとね、焼肉をするというので、お二方で、僕も、参加させてもらって、一緒にバーベキューしました。で、バーベキューして、ホットコーヒー飲んで、最後種さんがねメタルで、釣り再開したんですけど、メタルで濁りを釣って今日は終わりました。で濁り釣って、終わりました。はい、まあ、そんな一日でしたかね。はい、まあ昼からはね結構風も強くて、まあ最近ねやっぱ荒れるんでね、まあ今日はでも一本逃したのはちょっと悔しかったな、まあ、もっとコンスタントにねいっぱいバイトある場所にちょっと行けるように僕も精進しますので、田中さん田中さんいつも本当ありがとうございました。まあ今日はメインがねバーベキューとはいえちょっとね一本釣ってほしかったなと思います。はい、まあそんな感じで、まあまあ年始を迎えましたので、ね、ナスビガイド今年はさらにねたくさん工場に出る回数増やしていこうと思いますんでね、ぜひとも皆さん遊びに来てください。めちゃくちゃ全身全霊でね駆け抜けますんで、今年も皆さんついてきてください。そんななすびガイドは下の概要欄からチェックをお願いします。というわけで1月3日のなすび亭のお話でした。最後まで聞いていただき皆さんありがとうございました。